Stop it. Get some help.賢者は全てを知っているつもりであろうが、我らこそ愚行の背後にある道義を知る者。戦局に捨て駒はない。なぜならこの対局の終着点はチェックメイトではないからだ。今日集まったのは我らが同胞を追悼するためじゃ。この犠牲は全国民にとって半日手を止めてでも記憶に刻む価値がある。半日だけですか。北国銀行は民の血と涙で回っていると言いますが、市長殿の価値観は私ども銀行家より歪んでいるらしい。ロザリンは見知らぬ地で果てていった。君たちのように共感性に欠け、言い訳ばかりで国に身を潜めるお偉方には想像もつかないだろう。ならばさっさと口を閉じろ。子供たちが泣いてしまう。ちょっとちょっと、俺でさえここが戦いの場じゃないって分かってるんだ。実に滑稽ね。ローエファルタの取った手段は栄光を傷つけたとはいえ、彼女の犠牲は惜しい。それでも俺たちが歩みを止めることはない。ロッドーレ、スカラマシと稲妻の神の心はどうなった？神の英知は理性では理解できないほどの神聖な知識。神の眼差しを征服した彼は新たな一歩を踏み出す。夜の儀劇もこれで終わりだ。今ここに貴様たちに監修はいない。崇高なる犠牲は全て固き氷に刻まれ、国と共に生き続ける。高潔な氷の助行のもと、我々は神々の力を奪取する。絶対的安寧、それは助行の恩師であり助行の慈悲。棺にて長き眠りにつき、熱い剣鞘の中に閉ざされようとも、我が輩が約束しよう。ロザリン、貴公の棺が旧世界の全てとなるだろう。今日の博士、なんだか若く見えますね。知っているだろう、その手のお世辞は私に通用しない。じゃあ前世紀の断片はどこへ？それは冒涜に関する実験の中さ。コレイ、森をパトロールするよ。あ、わかりました、ディナリ師匠。今のは一体